はい、9時10分笹ヶ峰に歩いていきたいと思います。行ってみましょうか。はい、10時3分分岐笹ヶ峰丸山荘と、こっちは多分そう靴掛山ね、山の分岐、ほぼほぼコースタイム通りかな。今日は丸山荘を経由して笹ヶ峰に行きたいと思います。行きましょうか。はい、10時31分丸山荘到着。これはちょっとコースタイムちょっと早くないか。ふう、あ、ここにも分岐があるからね。靴掛山、西山峠通って黒森山に向かうかな、こっちも。なるほど。はあ、お、ソーラーパネル。お、初めて来たな。なるほど、ええところやん。家に帰るまでが冒険です。全集中してください。のらり全集中。はーい、稜線見えた。あそこあたりかな、あの裏か、笹ヶ峰、ね、もうちょっと。おお、めっちゃ綺麗な靴掛山、すごい綺麗なね。瀬戸内海も見えるし、のどかな一日や。よいしょ。笹ヶ峰山頂20分。嘘、丸山荘から40分でね。ってことは半分しか来てないってこと。嘘、マジで。幻想的や。雲海に浮かぶ夜富士。ちょっと風が出たか。はい、11時54分笹ヶ峰到着。ふう、景色は素晴らしい。すごい雲海やね。
国国平家平、めちゃくちゃ綺麗だね。12時46分、下山します。はい、1時31分、丸山荘まで帰ってきました。一気に降りましょうか。はい、1時43分分岐まで帰ってきました。向こうが靴掛山と、こっちが登山口になるのかな。そう、登山口やね。どうしようかな。まあ一気に降りましょうか。はい、一気に降ります。はい、2時26分、車が見えるところまで降りてきました。今日は雪を求めて二川斜面、丸山荘経由で笹ヶ峰に登っていました。結構雪もあって、山頂では雲海、素晴らしい景色に恵まれていい参考になりました。またね、もうすぐ雪のシーズンも終わるんで、行けるうちにどんどん経験値を上げに行きたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録もお願いします。